こんにちは、ひらはなです。外国人ですが日本に住んでいて今12年です。旅行とグルメ大好きなので、こちらのチャンネルでは国内旅行、海外旅行、文化の違い、美味しい食べ物や飲み歩くについていろんな動画を配信しています。少しでも楽しんでいただければとても嬉しいです。はい、皆さんこんにちは、ランダです。で、今日ですね、石垣島に来て1、2、3、三河屋でございます。で、今日ですね、竹富島に行きたいと思います。で、今はね、このフェリーの乗り場に近くにいて、で、今日はね、なんか起きるのはちょっと遅くて、まあ、朝ごはんも食べてないしランチも食べてないので、先にチケットだけを買って、まあ、ご飯食べに行きたいと思います。はい。で、天気はね、残念ながら曇ってて風も強いので、まあ、海入れるかどうかちょっと微妙かな。はい。で、55分発なんですけど、もう45分で乗ってくださいって言われたんで、今も向かってます。別に船で来て入場しないはずがないから、なんだろう、フェリーのチケットにもうそのまま出しちゃえばいいんじゃないかなと思います。とりあえずですね、散歩していきます。なんか街の奥まで歩いて20分ぐらいなんで、まあ、暑いですが、せっかくこういうところに来てるので、自然を楽しみながら歩いていきたいです。はい、オソロック集落の入り口までたどり着いてます。多分東方、まあ10分ぐらいですね、今のところ。こんな感じです。伝統的でめっちゃ素敵です。ここで島全体的にそうなってるんですかね。で、石垣に石とサンゴとかも使ってますね。で、植物が入ってます。華やかなストリート。あ、かわいい小さい小屋がありました。神社も発見。まあ、残念ながら関係者以外は立ち入り禁止ですね。せっかくだから竹富の神様にも会ってみたかったね。
すごい、バス停もありました。びっくりしちゃいました。あーでも、予約なしで乗れないか。おお、結構本数もありますね。そう、でさっきはねカフェの方に水牛に乗りたければどこに行けばいいですかって聞いたら、そう出てこうまっすぐ行ってください10分ぐらいって言われたんですけど、私この道から来てるはずなのに全然見ませんでした。たどり着いたっぽいね。いました、めっちゃでかっ。あ、こんにちは。どうぞどうぞどうぞ。はい、13歳の男の子でございますね。はい、よし、レゴー。はい、皆さんね、ここの通りがですね、町のメイン道路になりますね。はい、ナビン道って言いまして、神の道っていうね意味なんですね。あとはですね、この町は3つのね集落に分かれてます。ちょっと見てください、これ影から出たくないんですよ。涼しいね。そう、日に当たりたくないって言ってるんですよ。な、出たくないんだよな。涼しいからね。そう、尻上がりシーサーともう一匹ね、お座りシーサーね。あとね、これね、シーサー2匹ともこれ口開いてます。この口の開いてるシーサーっていうのはね、男の子を意味します。はい、口を閉じてるのは女の子を意味します。はい、バナナね、なってますね。はい、島バナナっていうね、バナナ。ちょっとね、寂しくなっちゃいました。ここもうちょっとね、お花咲いてたんですよ。はい、このピンク色のね、これずっとあったんですけどね。これピンク色使ってると言ってましたが、実はね聞いてみたら、これも、ね、全部サンゴです。岩サンゴ。さっきの水牛車はどうでしたか。あれ面白いですよね。いや本当になんかね、まあ人から話を聞いたことあるんですけど、なんかこの水牛のそれぞれの性格があって、でなんかそれで牛さんによって全然コードが違ったりとかさ、動き方が違ったりとかさ、あと言ってることはちゃんと聞いてくれるか聞いてくれないとか、なんか運転してくれた人とこの牛さんの、そうですね、だから運転手さんと牛さんの、なんていうの、やり取り、非常に面白いやり取り、まあ、牛がやり取りするわけじゃないですけど、まあまあまあ、とりあえずめちゃくちゃ面白かったです。え、なにこれ、え、なんですか、え、本物、やばいやばいやばい、
ないか。まあとにかくこの運転手さんのやり取りがすごい面白かったし、でそれにプラスなんかいろいろ看護とかの説明とかお話ししてくれたので、まあ、本当に乗ってよかったと思います。これからさっぱりしたくて海に行きます。なんかコンドイ浜っていうところに行きます。一応まあ口コミによりますと滝富島の一番行くべきビーチだそうです。人誰もいなくて本当に無人島みたいな感じですね。昨日カビラ湾で泳ぐのはできなくてちょっと残念でしたが、なんで今日は思い切り楽しめたいと思います。楽しいよ。めっちゃ綺麗。はい、皆さんどうですか。水の色は透明度はすごい。泳ぎたんですけど結構浅い。どうしよう。これ多分膝しかないね。やばいぐらいぬるいですよ、まあ、本当に水が暖かいってレベルです。どうする。泳ぎたーい。はあ、めっちゃ流れが速い。水川が見た。やばい、めっちゃ水増えたんで荷物が危な。ちょっと一旦戻ろう。はい、ギリギリセーフ。やっぱり間に合わなかった。やっちゃいました。ちょっと中にパソコンが入ってるのでやば。大丈夫かな。バスの予約制なんですけど、さっきは全然気づかなくて焦って電話かけたら、まあ4時半から他のお客さんもいるから乗れるので大丈夫ですって言われてすごい良かったです。もうそうじゃないと多分バスね、ここからフェリーの乗り場まで徒歩で、30分ぐらいで、でなんか結構時間がギリギリで間に合わない可能性も高くてちょっと焦ったけど、まあまあまあ大丈夫でした。バスってこんな感じなんだ。はい、皆さん、じゃあ今日の動画はどんな感じでしたか。はい、ぜひコメントで意見などを教えてください。あとね、まあなんか滝富島以外でも離島がいろんなところがあるので、そこもなんかおすすめの島とかあったらぜひ共有していただければ嬉しいです。暑すぎて撮影がバタバタしててまあまあまあ、でも自分なりにすごい楽しい時間過ごしたので良かったと思います。まあビーチはちょっと海で泳げなくてそっちだけは残念なんですが、まあ、これからホテルに戻って、まあ、本当にもう本当にあそこの向かい側なんで、まあ、ホテルに戻ってそちらの方で海でゆっくりくつろげたいと思います。はい、じゃあ最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。